いきなり独立の道で、ここに関して、まあ、多分僕のチャンネル見てる方からも、まあ、よく質問が届くんですけど、就職せずにいきなりフリーランスエンジニアってどうですかみたいな、こういった質問ですね。で、これに関して、全然、OK だと思います。OK なんですけど、まあ、ただ結構ハードなので、まあ、そこだけ、ご了承くださいっていう感じで。じゃあ、僕の周りにも、いきなり就職せずにフリーランスになった人いるんですけど、じゃあ、皆さんどういう感じでフリーランスになっていくかっていうと、まあ、まず最初、ランサーズとか、まあ、クラウドワークスって、まあ、そういうサイトがあるんですけど、そういう場所でも必死に仕事を取る。で、続いて、まあ、そこで必死、ランサーズとか仕事を取っても、ぶっちゃけあんまり稼げないんですよ。あんまり稼げないんですけど、なんとかその手順の2としても食いつないでいく。で、これを続けていくとどうなるかっていうと、徐々にその自分の実績っていうのができていくじゃないですか。で、できていったら、そうすると自分のその単価っていうのを上げやすくなっていくんですね。で、それで単価を上げていくと、徐々にこう生活が楽になっていくっていう、こういった流れです。まあ、だから、まずはその安い案件のみから仕事をしてみる。で、そこで実績を作る。で、実績をもとにその単価を上げていく。まあ、こういった流れですね。で、ここに関しては、ちょっとだけ思い出話みたいにしようと思うんですよ。僕自身やったエンジニアとして、現役でガツガツ働いていた時期っていうのは、最初の頃は自分で全部プログラミングしていたんですけど、まあ、途中から仕事多くなりすぎちゃって、それである時に、もう自分で作るのやめようと決めたんですね。で、そこでやめたことによって、まあ、売り上げ伸ばすことができたんですけど、まあ、その時に、身近にいたエンジニアの友人がいて、まあ、その友人っていうのは、新卒から就職せずに、エンジニアになった友人でした。で、その友人に僕はもうずっともう自分が受注した全案件って流していて、で、それで年間で多分いくらですかね、多分2、300万ぐらい僕が全部流していたと思うんですけど、まあ、それぐらい発注をしていましたね。で、じゃあ僕自身、じゃあなんでその新卒の、フリーランスエンジニアの子に流していたかっていうと、まあ、シンプルにもう仕事をめっちゃできる人だったんですね。別にその会社経験とか積んでいなくても、そのプログラミングの技術自体は高かったし、あと作業も早かったので、まあ、僕としてはもう一切も関係ないみたいな。関係なかったので、だからもう毎回発注するみたいな。まあ、そんな感じでやったりしてました。まあ、ただとはいえ、その新卒からいきなりフリーランスになった友人っていうのも最初の頃もめちゃくちゃ苦労したっていう話を毎回していたので、まあ、だからいきなり独立全然いいんですけど、まあ、結構ハードなので、まあ、気をつけてくださいっていう感じです。はい、というわけで以上が、ウェブ制作会社への転職ガイドです。で、最後に、Twitter から届いた質問にいくつか答えて、動画を終えようと思います。で、早速ですね、質問の1、初めまして、現在別の業界で3年。